シアバンクフィールドは、アメリカ合衆国フロリダ州ジャクソンビルにある、アメリカンフットボールスタジアム。NFL のジャクソンビルジャガーズのホームスタジアムである。1995年、ジャクソンビルミュニシパルスタジアムとして、旧ゲーターボールスタジアムの跡地にオープンした。セントジョンズ川沿いに位置し、ジャクソンビルのダウンタウンの10エーカーもの広さの土地に、建っている。ジャガーズの本拠地であるだけでなく、 カレッジフットボール、コンサート、その他のイベントにも定期的に使用されている。毎年、フロリダ大学とジョージア大学の間で行われる大学フットボールの対抗戦、フロリダ・ジョージア戦の会場となっている。また、カレッジフットボールにおけるポストシーズンのボールゲームであるゲーターボールも開催されている。2005年には第40回スーパーボールが開催され、 サッカーアメリカ合衆国代表が使用するスタジアムの一つにもなっている。1997年から2006年までは通信会社のオールテルコミュニケーション社が命名権を購入したためオールテルスタジアムと呼ばれていた。2010年には金融サービス企業エバーバンクと5年間の命名権契約が承認されエバーバンクフィールドと解消された。その後2018年2月 エヴァーバンクがニューヨークに本社を置くチアー銀行に買収されたことを受け、2018年の NFL シーズンからチアーバンクフィールドに改称し、現在に至る。上空写真1990年、NFL は1995年シーズンに球団拡張を行うと発表した。ジャクソンビル氏は球団誘致のためゲーターボールの建て替えを決定。 1993年11月 NFL 機構は拡張球団のフランチャイズをジャクソンビルにすると発表した。翌1994年1月に機構。一般的にスタジアムを1から作るには30から36ヶ月かかると言われているが20ヶ月弱で完成させ1995年8月に開場した。それまでの拡張球団は創設当初は既存の スタジアムを本拠地にしていたので、新球団が創設初年から新スタジアムでプレーする NFL 史上初のケースとなった。開場してからしばらくは、ジャックソンビルミュニシパルスタジアムという名称だったが、1997年にオールテルコミュニケーション社が命名権を10年620万ドルで取得したため、オールテルスタジアムに改称した。2007年、 契約が終了し更新されなかったため元の名称に戻った。2010年7月に地元に本社を置く銀行エバーバンクが命名権を取得した。市議会での採決で名称変更が承認された。エバーバンクとの契約は5年間でエバーバンクフィールドと名称変更されることになった。2014年にはさらに10年間契約を延長。しかし、 シアー銀行によるエヴァーバンクの買収で2018年2月にスタジアム名を変更した。2009年チケットの売り上げにジャガーズは苦戦したが2010年9月12日ベンバーブロンコスと開幕戦を行うこととなり、そのブロンコスに地元で人気のあったフロリダ州立大学出身のティムティーボーがドラフト一巡指名されたことから、 同年4月時点でチケットを求めるファンが殺到した。ジャガーズの初戦は、1995年9月3日、ヒューストン・オイラーズ戦であった。試合は10から3で、オイラーズが勝っている。2005年2月6日に、第39回スーパーボウルが開催され、ニューイングランド・ペートリオッツが優勝を果たした。 スーパーボール、ありがとうございます。